アメイエムハト三世は古代エジプト第十0王朝の第六代ファラオ。先代の不王戦セ武セレト三世の時代から続く中央国時代最盛期の王。その治世中、アメイエムハト二世の時代から長年継続されてきたファイウムの干拓事業が完成した。これにより農業生産は飛躍的に増大し、同時にエジプトの経済成長もピークに達した。 不王が南ノヌビアでの対外政策に力を注いだのに、対してアメンエムハト3世の関心は主に北の市内半島での鉱山開発に向けられた。その証拠に市内半島の50カ所以上の場所で地勢中に記された秘文があり、途切れることなく遠征が繰り返されていたことを狙いわせている。アメンエムハト3世の秘文は、 市内半島で見つかったものを含めてその90%以上が国外から見つかっており反対にエジプト本国から出土しているものは非常に少ないその理由は定かではないが碑文に記された内容は当時の活発な対外遠征の模様を今に伝えている当時の経済的繁栄の現れかアメン・エムハト三世はダハシュールとハワラに2基のピラミッドを造営している 一人の王が複数のピラミッドを築くのは皇王国時代のスネフェル王以来のことだった。内ハワラのピラミッドの近くに建設された巨大な総裁殿はクレタ島のクノスソス宮殿とよく比較され本物のラビリントスなどと形容された。アメイエムハと三世は中王国時代に繁栄をもたらした最後の王だった。後を継いだアメイエムハと四世によってしばらくの間は 平和が保たれたが、彼が短期間で没すと、エジプトの繁栄は急速に失われ、建造物も文字資料も目立って減っていく。ありがとうございます。